今回就活チャンネルは赤坂キャリアカフェという少し変わった就活イベントを取材してきました。一体どのようなイベントなのでしょうか。主催者である赤坂キャリア塾代表船津圭さんにお話を伺いました。大学生が社会人のぶっちゃけ話を聞くというのが非常に社会的に有意義があるというふうに思ったから開いています。学生時代にリクナビであったりいろんな就職媒体とか情報を見ながら就職活動をしてきたんですけども、一番生の情報が取れたのが OB 訪問だったので、自分が社会人になったら社会人を集めて学生に紹介することというのが学生時代に受けた恩の恩返しになるかなと思っているのがこの団体の大きな目的です。はい、一番はこのような恩返しであったり自分が受けた恩を後輩に送るという考え方を持った社会人を増やすことです。またいろいろな活動を行っていく中でできるだけ大学生に視野を広げてもらいたいと思いますし、ここに来ている社会人自体も他の社会人の話を聞いたり学生に自分の話をすることで視野を広げてもらいたいなと思うのが一番の実現したいことです。都内のカフェで和やかな雰囲気の中開かれた今回のイベント、さまざまな業界から18名の社会人の方々と17名の学生が参加しました。約2時間の交流の中、20分ごとに学生が入れ替わる形で行われました。私は、普段学生として生活しているときに、社会人と触れ合う機会ってあまりなかったんですね。で、自身が就活職活動をしている中で実際に社会人の人とお話をしてどうやって働いているのかとかどういう思いで働いているのかっていうのをしたくてこれに参加しました。なんで就活をするのかとか、なんでそもそも就職するのかとか、そういう根本からやっぱ考えさせれるような違う視点といったやっぱお話を聞けて、それがかなり印象的でした。自分が10年とかかかってその仕事に就けていたりとか、結局そのやりたかったことをに携われているっていうことをおっしゃっていたので、思いを持ち続けることっていうのがすごく大切なんだなっていうふうに思ったので印象に残ってますね。より業界を理解してその業界で働いている方がどのような思いで実際にどのようなお仕事をしているかということを、知らなければ自分が何をしたいかという、自分が何をしたくてどのような業界が合っているのかというのが分からないということに気づいて、そういう意味ですごくたくさんの業界で働いている人の話を聞くこういうのような場っていうのはすごく必要なのだなということを思いました。働くことの現実を知るとか、より具体的に、一体どういったことをするのかとか、どういった展望を持って、望んだらいいのとか、そういう、より実践的なお話ができて、いろんな社会人の方と、ご縁がいただいて本当に良かったと思います。